ントン DC に来てます。はい、ワシントン DC にはね、今回ちょっとバケーションで来たんですけど、まあね、2泊するっていう感じで、ちょっとナイキとか、アトモスターもあるみたいで、ちょっと見に来たし、いろいろ見に行きたいと思います。とりあえず朝起きてきたのは、この後ろのアップルの図書館らしいです。なんかリンゴマークがついてるから何かなと思ったら、とりあえず見ていきたいと思います。はい、アップルの方からちょっと移動してきて、今お昼ご飯を食べに来ました。ここのやめ茶屋さんはワシントン DC でも有名みたいなんですけど、ちょっと期待してます。ここのね、近くでちょっとスニーカー屋さんがあって、コモンウェルスっていうスニーカーとかあとお洋服を扱ってるお店なんですけれどね、ちょっとなんか店内動画が撮れなかったんでうまく紹介できずっていう感じでした。でも中はね、あのエンジニアガーメントとかあったりとか、日本のブランドもちらほら置いてあって、セレクションはかなり良かったです。はい、ではやめ茶食べていきます。はい、やっと店内に入りました。とりあえずね、この4つが来たんですけど、これはエビが入ってて、やめ茶だと有名です。で、このシューマイも有名だね。一回ずれないです。で、これは中にチャーシュー、角煮みたいなのが入ってて、とっても美味しいので、これは中にライスが巻いてあって蒸されたやつですね。これすごい私好きなんですよ。食べていきたいと思います。さっきエビのハオガオを食べたんですけど、次はスティッキーライスを食べたいと思います。これね、美味しいね。もち米みたいになってて、で中にお肉が入ってます。さらに届きました。はい、これはね、鶏の足なんだけど、すごいコラーゲンがあって、こんな感じ。もうめっちゃ足だから、苦手な人は苦手かも、私は食べれないんだけど。あとこれはカニに、これは豆腐です。甘い豆腐でデザートなんですけど、本当に美味しいところしかないみたいで、本格的なところしかないみたいなんで、はい、今回初めて食べていきたいと思います。はい、ヤムチャを食べて、今さっきね、ウーバーを乗って今ジョージタウンの方に来ました。ジョージタウンはちょっと若者の街っていう感じです。はい、なんかね、さっきよりおしゃれな人がいる。とりあえずナイキの方に行きたいと思います。なんかあるかな。多分利用としたにはリストックとかないと思うけど、なんかあるかもしれない。旅行かい。街並みがすごい綺麗。じゃあ行こっか。
時間行ったんですけど、何もなかったです。いいのがなかったですね。やっぱニューヨークの方が在庫はいいなっていうのはありました。まあないと最初から分かってたんですけど、この後は今からアトモスの方に行きたいと思います。ユービックだね。ほんとほんと、ちょっと歩いたらあるみたいなんで、街並み見ながら行きたいと思います寺みたいに、なんか中入ったら大きいやつがあるっていう感じです。リンカーンさんです。仏像さんじゃない、リンカーンさん。うん、みんなやっぱりこれとね、写真を撮ってる感じです。なるほど、見てみる。Non, mais là, mon Dieu, qui a grand baigné. Regarde, le prochain, ちょっとね、歩いて、ちょっとっていうか、多分20分ぐらい歩いて、ホワイトハウスの方に来ました。ちっちゃい頃、ホワイトハウスの動画、ドラマをよく見てたので、生で見れて嬉しいです。めっちゃ遠くて。ちょっと曇りなんではっきり見えないんですけど、あのね、ちっちゃい頃ディズニーチャンネルでコーリー・イン・ザ・ハウスっていうドラマを見てて、なんかその時見たと形が一緒。すごい。もう今回の旅は、はい、もうで終わったね。目標達成です。はい、さっきホワイトハウス見て、またちょっと歩いてきました。後ろがね、アメリカのお札をプリントしてるとこなんですけど、はい。結構ね、こういう国の重要なやつがワシントンに集まってるっていう感じですね。政治とかもここからがやってるので、はい、結構観光客が多いですね。ということで、もう疲れたんで夜ご飯を食べたいと思います。でホテルに帰ってちょっと休んで、またニューヨークに帰ります。はい、いかがだったでしょうか。まあ、ちょっと緩い感じになったんですけど、またニューヨーク戻ってスニーカーとかシュプリームとか買っていきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた、じゃあねー、バーイ。